お願いします。お願いします。よいしょ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 。お願いします。はい、はい、運転免許証を持つまでを密着してくれる番組が現れますように。もうこれは本当に私ずっと免許が欲しくって、欲しい欲しいと願いつつ、多分通い始めてもなんかその行けないと取れないじゃないですか。だから仕事にしたらマネージャーさんがスケジュールに組み込んでくれるんじゃないかと思って、すっごくこの番組が現れてほしいです。取ったらどっか行きたいところありますか？ああ、そうですね、なんか自分で車運転して立山まで下ってダイビング行きたいですね。まあなんといってもやっぱりこの裾のリンゴの柄ですね。もうこれはすごく なんだろう個性的と言いますか、帯にもお揃いにリンゴが入っていてすごく素敵です。そしてこのなんか首の後ろのところにもリンゴあるんですよ。リンゴだらけですね。そうなんです、すごくユニークで、はい、素敵だなと。また柄もはいパルコさん柄が、ね、そうなんですよ。あのパールコアラちゃんの耳がチェックなので、それに合わせて私もチェックにしました。はい、お似合いですよ。ありがとうございます。リボンもねパルコアラちゃんが、はい、もう一心同体でここにくっつけて、はい。もう CM はですね、その5人全員私がやってるので、服を変えて立ち位置をちょっと下がって同じ動きをっていうのを本当に早朝に集合して夜結構遅くまでやってました。ツインテールも初めてしました。これちょっと髪の毛足してもらってて、すごい立派なツインテールにしてもらって、なんかその CM 見た時に、え？全部こじるりって言われるんですよね、よく。それぐらいなんかちょっと全然違う雰囲気で作れたので、何回も見たくなっちゃうような CM になってればいいなと思います。ぜひ皆さんでね、はい、踊って歌ってほしいです、ね、あ、そうですね、はい、南波翔ちゃんの歌もすごく可愛くって、はい、素敵に歌ってくださったので、私もすごい頭の中ぐるぐる回ってます。パルコアナ、パルコグランバザール7月の21日まで開催しています。皆さんぜひパルコで可愛くかっこよくなっちゃってください。パルコグランバザール開催中。